パーゲンコーカードの皆さん、準備ない皆さん、今回の動画ではハイブ運動会の日本語翻訳をさせていただきたいと思いますけど、1番目の動画は他間違えて他のチャンネルに上げてしまいましたので、そこでチェックしていただければ嬉しいと思います。それを見てからここで続きの動画を見たらいいと思いますので、じゃあ今から早速続きの翻訳をさせていただきたいと思います。のですが、運動会が始まったんですよね。なんか不安だけど、アイボックスが4つもある。ただ座るんじゃない、椅子って。あれ飲み物じゃないですか、コーヒーだ。アイスアメリカだって。これですね、アイスアメリカ。おいしそう、好き。あれじゃない、なんかアメリカのの中に変な味混ざってる、そういうゲームじゃないみたいな。でもそれも美味しそう、今はって。 TBN っていうチャンネルって CJN の所属ですかみたいな。全然違う話してます。では1番目のゲームを始めてみたいと思います。天気暑いですよね。はい、暑い天気の中で皆さんのテーブルに死なないほどの冷たくもない水だけありますよねみたいな。皆さんの隣にアイスボックス見えてますか？それ開けてみてください。空っぽですって。何もないですよねって。アイスだけありますよねって。アイスボックスに何かを詰めるゲームですと。このゲームでうまくできないと、今日みたいな本当に暑い天気の中でもうちょっと敏感になってしまって喧嘩してしまって、グループの解散の危機まで来るかもしれないですと。っていう感じで冗談ですよね、もちろん。再契約したばかりですよってセブンティーンが言ってます。もう再契約まで本当に大変でしたよ、何言ってますかって。1番目のゲームはハイブコチピアスミダっていうのは、もともとのゲームの名前はムグマコチピアスミダ、あのイカゲームで、あの何やったっけ日本語で、あ、だるまさんが転んだゲームですよね。それを名前を変えてハイブコチピアスミダって。ここが出発線だと、ここでみんな立つと。ハイブコチピアスミダっていう時にこう移動したらいいですと。だからそのゲームですよ、ここにアイスボックスが4つありますと。こうやって今はもう隠れてますよね。そしてこれはコーヒーと水、飲みたいものを、それを持ってバレないでゴールインしたら成功だと。だから食べ物を獲得するゲームですよね、飲み物とか。あ、飲み物を獲得するゲームですよね、なんか。私がスタッフの方々も責任取りますみたいな、ジェイクさん。お、なんかできそうだけど。バレないとそれでいいだろうみたいな。コーヒー飲みたいって。このゲームで鬼になれる人は一人しかいないと。世界最初の K-POP の博士な K-POP 教授のブスンガンさんが鬼になりますと。頑張りますって。ブスンガンさんに一つだけ聞きたいですって。セブンティーンメンバーたちがもしこうやってゲーム途中にこう動いたら、それをなんかもう見ないふりとか知らないふりしてあげる予定ですかみたいなつもりですか。甘く、だから甘く知ってあげる予定ですか。心配しないでください、ここにいらっしゃる皆さんよりも私がこの人たちに愛情がなくてみたいな。冗談だ。
そうそうみたいな。私がセブンティーンメンバーたちはもっと集中してみますって。単純に契約の関係ですよねって冗談で。そうですそうです、ビジネス関係だと。面白いですね。だからプスンガンさんが鬼になりますと、うん、行こうスンガンって、私に重要な役割をって、かっこいいって、そのかっこいいが今聞こえたんですよ。誰ですか、かっこいいって言いたい人ってかっこいいです照れてるって誰だかっこいいって言いたい人ってスンガンが その言葉めっちゃ好きだと、かっこいいって言われるの好きだと。バクセ自体で持ってきたらどうみたいな。みんな出発点の前に立っててくださいって。ニキさんが好意、私は好意持ってきますねって。いやスビンって、スビンさんがヒョン、カメラあるから急にこんな優しく、なんか優しいふりもしないでくださいみたいな。普段ならこういうのしてくれないじゃないですかってもう一回言ってみてってヤンジュンさんがカメラどこにあるんだって身長が高い先輩たちの後ろで隠れていこうみたいな。うちらはもう個人戦だねみたいな。みんな準備できましたかって、みんな前髪整理して早くしてくださいって最初はもう長くゆっくりしますねって始めますね。もうみんな動いてる、皆様めっちゃ来てる。スマさんが話してる中にもうすでに動いてるんですよ。先に行くねっておお、みんな上手。おー、だからこのコーヒーテーブル自体を上げようとしてます。これ一緒にこう上げようみたいな、テーブル自体を、テーブル上げてって。これ何言って、何やってるんだって。なんか美味しいものじゃなかったらしいですよね。これはなんかすごく健康な美味しくない飲み物ですよね。だからこんな反応なんですよ。みんな冷たい冷たいって冷たいってコーラとスプライトとポカリといろいろ入ってますよね。あれコラだと思ったって。お、スイカ、甘くて美味しいけど若干重いって。そしてマクワウリはおまけみたいな。スイカはたまらんって字幕、あそこにスイカがあるって、重すぎるって大丈夫そうですか。うわ、テーブル持ってる人私にかっこいいって言ってくれたジアンさん脱落だとまだしてないのに動いたんですねってミングさんアウトですって、なんで急にそうするんですか。
とにかくこのゲームの結果がこうなるってことですよね。プロミス9はなんかコーヒーのテーブルとかこういうのを持ちましたし、ツバツは缶飲み物とか水、コーヒー、そしてエナイカはスイカ、もう缶、水、セブンティーンはスイカみたいな、ルセラフィンスイカ、もう水みたいな感じで。はい。それはまあ皆さんが翻訳なくてもわかると思いますので、スキップしてここに行きます。オレンジだと思ったらマンゴーだったみたいな。スイカが2つもあるよって。スイカは君が持ってきたって。コイ全部持ってきたねって。アロエジュースもあるみたいな。早間にめちゃ早かったね。はい、皆さん、とにかくこの動画ではこういう感じでみんなでこうシェアして飲んだり食べたりするんですよ。それで結構微笑ましい雰囲気があって、それも良かったですよね。みんな自分たちだけ食べることじゃなくて、こうやってシェアしながらですね、アーティスト同士、そしてスタッフさんにもこうやって配って、みんなちょっと微笑ましかったですし、面白かったのはこれですよ、ね、ここで面白かったのはルセラフィンはこうやってシェガを切ってなんか先輩たちにあげたんですよ。それでそれを見たエナイ君が、ニキさんはこのスイカをこのまま全部こうやって持ってきて食べてくださいみたいな。そして面白かったのはポテセヨって言ったんですよね。だからポテセヨってスプーンでこうやってもう食べてくださいみたいなもう意味ですけど、でもニュアンス的になんか食ってくださいみたいな感じに聞こえる、ちょっと若干面白い表現だったので、ここでみんな爆笑したんですね。だからこそでもそれがなんか可愛いから、ニキ心だけもらうねみたいな表現が可愛いから、うん、こういうのがありましたね。それでとにかくこの動画ではこういう感じでも終わって、次の動画を翻訳させていただきたいと思いますよ。はい、次の動画始めますね。お、私ブスだってえ、全然ブスじゃないの、君が一番綺麗だよって。何言ってるんだよ君って、鏡見てってありがとうございますってスタッフさんにちゃんと挨拶もしますね今なんでこうなったのか分かりますか。トンボがこうやって飛んできたらしいですよ。でもトンボが怖かったらしいですよね、人魚さんが。でかすぎた、本当に。トンボっていう存在はいい存在だよってディエリさんが真剣に言いました。実は私たちは今週なんかライブなのでって、昨日までリハーサルで、まあ、本当に頑張りましたいきなり宣伝してますね。私たちが今週からライブです。ここにいる人はみんな知ってるでしょって2番目のゲーム、代表の選手を2人ずつ選んでください。体力と知識2つとも必要だと。各チーム2人ずつ選んでくださいって。何だとって。知識は桜鬼だよねみたいな。でも観光でできるかな、それともウンチェみたいな。体力と知力、だから知力っていう単語は多分日本では使わないと思いますけど、知識の知と体力の力、その力の漢字がこうなってて、知力っていうのがあるんですよ。知力ってなんだってジェイクさんが。今何してるって。何何って。頭悪いんだけど俺みたいな。知力って何って。だから知力っていう単語をみんなわからないのがちょっと不思議でした。知力って持久力じゃないみたいなちょっと似てるから発音的に。ここも深刻だっていう、なんか知力っていう意味わからないから。
だから今教えてるんですよ。これこれ。あー知識って。今何してるって。わからない。各チームで体力と知識優先で2人選びましたかって。セブンティーは誰ですか。 TA と T の。どんな基準で選びましたかって。面白くやりたいですって。笑わせたいですって。セブンティーンのように2人ずつ選んだと思いますけど、本格的に始まるゲームって。